新潟アルビレックス BB は新潟県長岡市をホームタウンとして B リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。2008から2009プレシーズンマッチ2008年9月23日、秋田県立体育館母体は大和証券グループ本社バスケットボール部。2000年に急部となった同チームの譲渡を受けて日本初のプロバスケットボールチームとして発足された。アルビレックスは アルビレオとレックスの造語。アルビレオがさらにパワーアップしてバスケット界の王者に向かって跳ね羽ばたくという意味がある。また地域に根差した総合クラブチームとしてサッカー J2 のアルビレックス新潟とチーム名を共有している。チームカラーはオレンジと青、白。またオレンジは日本海に沈む夕日、青は日本海と品濃川、白は 白鳥と雪という位置づけもされている。白鳥のキャラクター、アルビレックス BB ロード、新潟アルビレックス BB を優勝へ導き、勝利の道へ突き進むシンボルになってほしいという思いが込められている。アルビレックス新潟などと同様、アルビレックスチアリーダーズがオフィシャルチアリーディングチームとなっている。スポンサーについては、 スポンサーのご紹介を参照スーパーリーグ時代2016年、新潟市試合会場として、トキメッセ、新潟市東総合スポーツセンター、新潟市鳥屋の総合体育館といった新潟市の大規模アリーナが使用された。また、練習も新潟市内の夏季の体育館で行っていた。2016年、長岡市11から12シーズンから、 長岡市構生会館を建て替えて作られた青入長岡がホームゲーム会場として加わり16から17シーズンから始まる B リーグのホームアリーナに決定した。この決定に伴いホームタウンが新潟市から移転。練習拠点も中野島単位区間を主に使用することとなった。ふとししはプレイオフ開催数。 プレーオフ開催予定も行われなかった会場、編集詳細は、大和証券ホットブリザーズを参照1999から2000シーズンを最後に、キューブすることになった大和証券バスケットボール部に所属する全選手の受け皿となる企業として、サッカーアルビレックス新潟のメインスポンサー企業である新潟県の学校法人 NSG グループが受け入れることを決定し、 実質的なプロチームとして、運営法人、新潟スポーツプロモーションを設立。サッカーと同じアルビレックスの愛称を使用し、新潟アルビレックスとして、県民密着型のバスケットクラブチームを目指すことになった。初代ヘッドコーチも大和証券最後のヘッドとなった、広瀬正也が引き続き就任。所属選手5人に、大和証券に内定していた。 鈴木勇気を加えた6人が新潟でプレーすることになった。当初は新日本リーグでプレーし2000から01、2001から02の2シーズンにわたって同リーグ連覇達成。イスズ自動車とボッシュのキューブを受け2002から03シーズンから OSG フェニックスと共にスーパーリーグに昇格を果たす。2004年に新潟アルビレックスが 埼玉ブロンコスと共にバスケットボール日本リーグ機構を脱退し、プロ組織による新リーグを結成するというプロリーグ構想が発表された。一旦それは認められなかったが、2005年4月に正式に脱退が認められた。しかし当時、日本バスケットボール協会が主催するプロリーグの構想もあったことから、完全プロか一本化はその後難航した。 また、2003年には、アメリカ合衆国のマイナーリーグ、ABA に所属する、ロングビーチジャムと、資本関係を結び、チーム名のアルビレックスを勘化し、ロングビーチジャムアルビレックスとして、活動を開始した。2005から06シーズン、編集、BJ リーグ初年度は5名の選手をプロテクトし、ドラフトで2名を指名した。大阪サと、優勝争いを展開し、最終的には、 準優勝となった。2006年5月より、新潟アルビレックスバスケットボールと解消し、チームロゴも変更した。2006から07シーズン、編集シーズン2位で、プレーオフに進出。しかし、セミファイナルでリーグ新加入の高松ファイブアローズ戦と、3位、決定戦の大分ヒートデビルズ戦に敗れ、痛恨の4位となった。2007から08シーズン、 編集新外国人の獲得の失敗、途中解雇とごたつき、日本人選手の活躍もあったが、全般的に見て、持ち味であったチーム力の低下、物語ディフェンスが影を潜め、スリーポイントを含むシューターの迷い、そしてインサイドの不調。これらを踏まえて、プレイオフ進出を決める東京はパッチとのワイルドカード敗退という結果に終わり、6位となった。2008から09シーズン。 編集前年のチーム内、チームとフロントとのコミュニケーション不足のままシーズン突入。ABA のブレット、ドクン、バークス等の新外国人が怪我で欠場や不調の中、外国人の補強を断続的に行い、東カンファレンス4位となった。カンファレンスセミファイナルに駒を進めるも、浜松、東三河フェニックスとの対戦で1勝1敗とした後の延長戦で敗れ、 ファイナル4進出はならなかった。2009から10シーズン、編集開幕戦ダッシュを目論んだが、チーム内のコミュニケーション不足がたたり、連敗が続いた。シーズン中盤より持ち直し、東カンファレンス3位で、プレーオフに進出。カンファレンスセミファイナルではホームである仙台1 9アーズを破り、3シーズンぶりにファイナル4に進出。ファイナル4では、 カンファレンスファイナルの浜松戦と3位決定戦の琉球ゴールデンキングス戦に敗れ、4位でシーズンを終えた。2010から11シーズン、編集ベスト5のジュリアスアシュビー、タクシナオトに加え、NCAA のファイナリストのバトラー大のウィリー、ビーズリーとを優れた、選手獲得という強化策を成功させたが、開幕戦秋田とのブザービーター、沖縄戦のアリウープによるブザービーター、 3月の富山戦での2度のブザービーターによる OT の末の敗退等、勝ちきれない試合が続いた。なお、東日本大震災の発生による東カンファレンス3チームの活動休止を受けて、プレーオフへの2意進出決定。東日本大震災等の影響により、主力外国人選手の帰国とジョージリーチ選手の埼玉からのレンタル遺跡があり、課題であったインサイドが、 リーグ有数の強さとなった。ファイナル4では、カンファレンスファイナルの浜松戦と3位決定戦の大阪戦に敗れ、4位でシーズンを終えた。シーズン終了後、広瀬 HC が契約満了に伴い対談。2011から12シーズン、編集2007から08シーズンまで選手として、新潟に在籍していたマット・ギャリソンが新 HC に就任。東4位で、 プレーオフに進出し、ファーストラウンドの富山グラウジーズ戦は突破したが、カンファレンスセミファイナルの浜松、東三河フェニックス戦で敗退した。2012から13シーズン、編集チーム運営会社が、株式会社新潟プロバスケットボールに、社名変更。開幕から3連敗を喫したが直後に7連勝。横浜 B コルセアーズ、富山グラウジーズ、 岩手ビッグブルズと首位争いを繰り広げ、最終盤に4連勝して、初めてレギュラーシーズン東1位になる。2013から14シーズン、編集2014から15シーズン、編集2015から16シーズン、編集平岡 HC が退任し、中村和夫が史上初の球団 OB ではない HC として、昇平し、GM も兼務した。ケネディ、サリバン、 藤原、根東の4選手が群馬へ、バントリースが福島移籍。新加入は練習生から昇格した、竹井博明、ルーキーの本間良太郎、中西昇治、チャールズ・ヒンクル、ファイ・パプムール、ライアン・リードである。昨シーズンの主力が大量移籍した群馬に敗れるまで、開幕7連勝。12月に当初 AC で契約した、堀田武氏が現役復 さらに八万圭介が通訳兼任で加入した。12月にパップが日本人に帰化したことにより、外国出身選手を3人コートに立たせることが可能になった。しかし、リードとパップに続く第3の外国人選手は、キンクルの習い席、クリス・オリバーやレジー・ハミルトンの早期対談で固定化できず、2月になって、浜松時代に中村 HC の下で、 リーグ連覇に貢献したウェイン・アーノルドが加入して、平均24.0得点と活躍、第3の外国人選手が確立された。パップが日本代表に選ばれることで、話題も増え、レギュラーシーズン4位で終える。新潟市東総合スポーツセンターでのプレーオフは、やはり東総合で、レギュラーシーズン最終戦に戦った岩手を再び、迎えたが、第1戦2戦に連敗。 ファーストラウンドで敗退となった。2016から17シーズン、編集中村 HC が退任、OB でもあり高松 AC であった、庄司和弘が新 HC に就任した。日本人選手は、井原嵐圭、遥か高志翼、畠山俊樹が新加入、木村慶太郎、竹井博明、小松修平、加藤竜太が退団、堀田武、中西庄司は引退した。なお、 渡辺大河も、井原氏と共に、三菱から移籍したが、シーズン前に契約解除となった。外国出身選手は、総入れ替えを行う。開幕2戦目で、富山から B リーグ初勝利を挙げた。ホーム開幕戦には、球団史上初の5000人超えとなる5286人が、ホームアリーナである、アオーレ長岡に駆けつけ、2戦目で NBL 企業チームの流れを組む SR 渋谷から、 ホーム初勝利を挙げる。12月に5連勝を挙げ、前半戦を地区4位ながらも15勝14敗で折り返す。森井健太と田口凛の若手選手を強化選手として獲得したが、2月19日の京都戦でガードナーが不勝離脱すると、3月18日に復帰するまでの間、6連敗を喫した。その後は一進一退となり、7試合を残して、 B1 残留を決めたが、同時に CS 進出が途絶えた。最終的には、地区4位で18チーム中全体では10番目ながらも、27勝33敗で、旧 BJ 勢の中では、健闘を見せた。しかし、旧 NBL 勢、特に NBL 企業チームの流れを組む三河、A 東京、川崎には、未勝利、名古屋 D からは1勝を挙げるも、 SR 渋谷に1勝7敗と大きく負け越す点で力の違いを感じたシーズンを終えた。2017から18シーズン、編集、庄司 HC が継続、横浜 HC 経験があり球団 OB の青木、隼人が AC に就任した。日本人選手は、宇沢純、淳、輪島社や、情報ただしが新加入、君竹、八幡、田、本間、田口が対談。 奈良にレンタルした加藤は岩手に完全移籍した。外国出身選手はガードナーが残留、チャップマンは退団、バントリースは引退した。共にヨーロッパでの実績があるジャレット、バーグレント、オースティンダホーが新加入した。横浜、富山、三園と共に中地区に配属され、昨シーズン苦戦を強いられた SR 渋谷、川崎が東地区へ出て行き、 3円と同じく愛知県を本拠とする三河、名古屋 D が西地区から加わった。開幕戦は昨シーズンの首相、君武が移籍した島根をホームに迎え連勝、NBL 企業チームの流れを組む A 東京、川崎のアウェーで勝利を挙げるなどした。12月には森井健太と今村慶太を強化選手ではなく正式契約選手として獲得したが、千葉、三河は、 栃木の競合との連戦もあって2勝にとどまり、前半戦を10勝18敗と、地区5位で折り返す。天皇杯では、B2 の新州、茨城に勝ちベスト8に進むも三河に敗れた。その天皇杯後に、バーグレーンを新州に出して、ラモント・ハミルトンが新加入した。1月2月は、勝率5割と持ち直し、ホーム青れ長岡で、A 東京に連勝するなどして、 3月には5連勝、4月には4連勝を挙げ、横浜三円、富山が CS 争いから脱落する中、懸命に CS 圏内の首位、三河2位、名古屋 D を追いかけた。4月28日の三円戦に勝利し、B1 残留を決め、残り4試合が CS 進出だけを目指す戦いとなったが、5月2日の富山戦に敗れ、2試合残して、 中地区からの CS 進出チームは、三河、名古屋 D に決まった。通算成績は28勝32敗と、昨シーズンから一つ白帽子を積み上げた。B1 全体では、昨シーズン同様10番目であったが、特に昨シーズン2勝しかできなかった、NBL 企業チームの流れを組むチームから9勝を上げるなど、チームの成長を感じるシーズンとなった。2018から19シーズン。 編集日本人選手は、井原氏、宇沢に続き3シーズン連続で、名古屋 D から柏木新介、長岡出身の石井俊平、そして渡辺達幸優、上枝優樹、山口優樹が新加入、佐藤優、春香、白田から畠山が対談。登録3人、ベンチ入り2人というルールに変わった、外国出身選手は、ガードナーとハミルトンが残留、打法は引退となった。 今村がシーズン出場停止となったため、ロスター11名で開幕を迎えた。横浜、富山、三園、三河と共に中地区に配属され、昨シーズン終盤まで CS 争いを演じた名古屋 D が西地区へ出て行き、横浜と同じく神奈川県を本拠とする川崎が東地区から戻ってきた。開幕から順調に勝ち星を重ね、11、3から11、 17までの6連勝に加え、最大連敗数を2に抑えたこともあり、前半31試合を21勝10敗として、中畜首位で折り返し、2月の W 杯、予選中断直前の北海道戦に連勝し、昨シーズンの勝ち数を超えた。2月には、特別指定選手、高橋光平と、3人目の外国籍選手として、アマンゼエゲケゼが加わった。3、 30の3沿線で勝利したことで中地区2以上が確定し CS 進出が決定した。CS ホーム開催権を有する中地区優勝を川崎と一気打ちで争い、4、13の直接対決を制して悲願の地区優勝を達成した。最終的に3、30から8区の10連勝を挙げ、45勝15敗でレギュラーシーズンを占めた。 初めての CS は、ホームアリーナオーレに、A 東京を迎えて開催された。しかし2試合とも敗れて、年間優勝は立たれた。個人タイトルとしてガードナーが、得点王とベスト5に、大学と日立時代を含めて12年ぶりのタッグとなった、井原氏と柏木が、コンビで MIP を受賞した。2019から20シーズン、編集日本人選手では、 山口と渡辺以外が残留。外国出身選手はハミルトンが残留したが、ガードナーは、三河、エゲケゼは、海外チームへそれぞれ移籍した。大卒ルーキーであるニック・パーキンズを開幕前、唯一の新加入選手として迎え入れ、シーズンに挑んだ。昨シーズンと同じ顔ぶれとなった、中畜王者として挑んだが、開幕後連敗スタートや3連勝以上ができないと、 苦しいシーズンとなった。チームとして、初めて SR 渋谷と千葉のアウェーで勝つこともできたが、B2 との入れ替え戦圏内である回4位から、抜け出せない状態が続いた。年が明けて、特別指定枠で、星野総樹と大阪のスコアラーであった、エグゼビア・ギブソンを加えたが、シーズン途中での打ち切りとなった。13勝28敗という成績で全体の回4位となったが、特例措置で、 B1 残留となった。2020から21シーズン、編集 B1 チーム数が20となったため、東西に蓄成に変更。中地区のチームは東西に振り分けられ、新潟は川崎、横浜、富山とともに、北海道、秋田、宇都宮、千葉、A 東京、SR 渋谷がいる、東地区に編入する形となった。庄司和弘 HC、AH、が退任し、 横浜 HC であった福田翔吾を新 HC に迎えた。日本人選手では、星野、五十嵐、石井、池田が残留。柏倉鉄平、並久人、林翔太郎といった若手選手が新加入。ホームタウン、長岡市出身の佐藤君武が島根から復帰し3度目の入団となった。なお、同じ長岡市出身の今村は、琉球に新天地を求めた。 外国出身選手は、総入れ替えを観光、ロスコアレンや、リチャード・ヘンドリックスという日本でのプレー経験者と、日本初挑戦となるチャールズ・ミッチェルといった3選手を6月時点で、契約した。詳細は、新潟アルビレックス BB の選手一覧を、参照ゲーム差は1位との差を表している。MVP ルーキーオブザイヤーコーチオブザイヤーベスト5。 リバウンドブロックショットスティールフィールドゴール成功率フリースロー成功率 3P シュート成功率最優秀シックススマンショー通算最多試合出場最多連続試合出場最年少試合出場最年長試合出場シーズンフルタイム出場1試合最多得点1試合最多リバウンド1試合最多アシスト通算最多得点最多連続得点試合シーズン最多得点最年少得点 最年長得点得点失点関連記録。編集一試合最多得点一試合最小得点一試合最多失点連勝記録。編集最多連勝最多連敗同一カード。最多連勝同一カード。最多連敗最多観客動員試合最小観客。動員試合年度別観客動員記録会場別。観客動員記録2003年にサテライトチームとしてトライアウトにより選抜された。 新潟アルビレックス BBA2 を創設した。かつてはクラブ連盟に所属し、2005年に行われた第31回全日本クラブバスケットボール選手権大会で準優勝となった。現在はトップチームの練習参加やエキシビジョンをこなし、各選手はトップチームとの契約を目指している。また、2008年からは育成指定選手も合流している。 2011年には同年限りで廃部となる日本航空の女子バスケットボールチームジャル・ラビッツの譲渡を受け女子部新潟アルビレックス BB ラビッツを創設ジャル・ラビッツから引き継ぐ形でバスケットボール女子日本リーグに参加するサッカー J リーグアルビレックス新潟のグループチームとしてチーム名とイメージカラーを共有しているグループチームは新潟アルビレックス BB サッカーの他に、下記の組織がある。2007から08シーズンは、ホームゲーム終了後。しかし、選手との触れ合いの機会を求めるブースターの希望により、土曜日は試合終了後に、選手によるブースターのお見送り、日曜日は、サイン会を開催することになった。詳しくは、日本のダービーマッチを参照。過去に放送していた、番組、コーナー。 編集新潟プロバスケットボールに関するカテゴリー、ありがとうございます。